茨城県道200号藤沢豊里線つくば市、栗原座大坪つくば市天皇台のつくば大学つくばキャンパス内茨城県道200号藤沢豊里線は茨城県土浦市藤沢からつくば市に至る一般県道である。土浦市藤沢からつくば県旧学園都市北部を横断し、つくば市今、鹿島までを東西に結ぶ延長約1 1トルの県道路線。 起点、藤沢十字路筑波市下、大島までの約 2.3km 区間は、国道125号原道と重複する。路線名の、豊里は、1987年の、筑波市成立以前の旧自治体の一つである、豊里町を由来とし、現在の筑波市豊里地区に終点がある。1959年10月14日、新たな県道として、 新張郡新張村大和藤沢を起点とし、筑波郡大補町を経由して、筑波郡と良里町を終点とする区間を本路線と、する県道藤沢と良里線として、茨城県が県道路線認定した。1995年に整理番号200となり、現在に至る。土浦市藤沢から筑波市毛、大島までは、国道125号と重複している。 また、筑波市内では一部が、筑波大学筑波キャンパス内を通過している。沼崎小学校付近より、西は中央線のない細い道で、それ以外は片側一車線である。筑波市、沼崎伊勢は、茨城県道45号筑波毛河線バイパスまで、延伸するバイパス道路整備が計画されている。道路法の規定に基づき、筑波市下、大島同志天皇大館は、 緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間、現在の国道125号にあたる、AB 国道125号重複区間内、ありがとうございます。